Z ニスモということで、まあ少し鼻先が伸びて下に下がったというGノーズを採用して、まあ、Z を、用いて開発を行っています。どこか一つのユニットがいいという性能じゃなくて、まあ、全体的に見たときに性能を出せるというようなことを主眼において開発を進めています。明らかに速くて誰も手届かないよねっていう36号車には誰も手届かないよねってみんな口揃えて言えるようなぐらい速さ強さを発揮してチャンピオンを取りたいなと。レーシングドライバーは速いことが正義だと思うんで、まあ、トップチームとしてきちんともう勝たなきゃいけない、いつも上位にいるんだっていうのが、まあ、トムスであると思ってますから。絶対勝つつもりで、勝ちたい、それだけです。